面白くしてんねん。あっ、オーマイガー、スタート。めっちゃ水飲んでる。みなさんこんにちは、ひまわりちゃんでのまおちゃんとおーちゃんとひろぴです。イエーイ。おーちゃん、おーちゃん滑るスライダーネタバレか。おーちゃんのさ、テンションとかってなんかちょパパに似てきてない？確かに。あとなんか突拍子もないところとかさ、なんかちゃん面白くしてんねん。今日は、はい、今日はガラス止めを見て飲まなーって。そうめんスライダーギャラクシー、これで流しタピオカしたいと思います。で、タピオカを宇宙に送るぜ。声大丈夫？ちょっとパパは今日は今日微熱でした。今日パパ微熱。このチューブをタピオカが通れないんじゃないかって心配してるんだけど、じゃあそうめんが通れんなら通れんじゃね。取れるね、多分。でもどういう構造になってるかにもよるけど、多分取れると、多分取れる、ね、取れると思うからやってみようと思ってるんだけど。じゃあ組み立てようぜ。うん、おう、あー滑るじゃー、バラビンだな。乱暴だ、乱暴。これはもう大丈夫、量足りないんじゃない？宇宙じゃない？だからギャラクシー、ギャラクシー。宇宙じゃなくて地球でしょこれ。地球は回る。あれ、これも地球じゃん。地球は回る。ギャラクシー、パイプだ、パイプ、パイプ。いけるじゃん、この下。台所から悲鳴聞こえた。何があった？完成しました。イエーイ。じゃあもうね、水はね、入れてあるんで、出ますか。うわ、流れてる。おー、そういう感じ。流れてる。小川みたい。めっちゃ流れてるね。小川。いいね、小川みたい。こっち危なくなっちゃった。見て見て見て。あ、ここやばい。あ、やばそう。やっぱりタピオカ入れたらもうね、これタピオカ入れたら溢れるね。ここからタピオカ出てきたらなんか面白そうだね。ね、そしたらやっていきましょう。じゃあ、じゃあ、ひまわりオリジナルゲーム売ってるよ。オリジナルソングもダウンロードしてね。普通にやったら面白くないので、3種類の三種の神器、三種の神器、三種の神器で取るものを変えていこうと思うんですけど、道具ね、じゃん、箸、神器その1、箸、箸、ジャパンリードステイ、オーマイガー、おかーん、ちょっと大人でしょ。さっきの、ね、ハプニング、こんな感じです。タオルの下にはミルクティー、イエーイ。うわー、誰がここに置いたんですか？ US のタオルで拭いてんじゃん、ごめんなさい。片付けてから。あと私のスカート。気を取り直していきます。あ、あんまいい香りがするな。甘くていい香りがする。2個目はストロー。はい、はい、ストロー吸うの？ではどういう風に取るかはお任せします。最後はスプーン、自由に選んでいただきたいと思いますが、一応ね、1人1種類だから1個ずつしかないからね。じゃあまずね、はい、やっぱりおーちゃんから選びますか。あー、はい、あー、まーちゃんは、じゃあ行きます。ちった武器だ。おお、いや正直これが一番きついと思うよ俺。箸、箸ね。はい、じゃあタピオカ流していきますけど、2、1、パー。なぜエレクトリカルパレード？はい、はい、タピオカ、ね、これがテレビやってさ、タピオカ今ね、品切れなんだよ。もう品切れって何？行け！意外ともっちりしてる。お、1個流れ、うわ、お、いったいったいった、運命よ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 、そのままするの？早い早い。塊、塊、大丈夫、通る、大丈夫、塊通る。おお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 。じゃあ3分にする？3分がいい人手を挙げて。
はーい。いや、まあ何分でもいい。2分にしましょうか。2分ね。制限時間2分で一番多い人が一応勝ちってことですか。勝ちだと何かあるんですか。100円あげるよ。うわー。ちゃん、準備いいですか。よ、始まりますよ。はい、3、頑張れ。2、1、よし。ああ、頑張れ。まだ、これもしかして意外とスプーン難しいか。お、あ、逃げた、逃げた、逃げた。すごい、2個取った。すごいすごい。初神社。わかったね。初神社。初神社。初神社。ああ。それはいいの。ああ、神の、神の手、神の手。やった、また。1分経過。残り1分。効率化した、効率化。めっちゃ取るじゃん。あとどのくらい？あと10秒。残り10秒。9。8。7。6。5。4。3。焦るからやめて。おーちゃん、かなりたくさん取れてますね。すごい、スプーンでこんなん取れるんだ。空の容器に移して数えましょう。はい、数えて、1、2、23、24。おーちゃんの記録は24個。それじゃあ次はまーちゃんの番です。ストローでいきます。まーちゃんのチャレンジです。5、4、結構難しいと思う。3、2。まーちゃん、勝ち自信ありますか。カウントダウンしたのに。3、まーちゃん頑張ってね。まーちゃん頑張ったね。頑張ったね。3、2。まーちゃん、これどうやって取るの。どうやって取ると思う。3、もう思いつかん、もう思いつかん。スタート。めっちゃ水飲んでる。めっちゃ水飲んでる。めっちゃ水飲んでる。あ、取れた、取れた、取れてるらしい。取れてるらしいよ。あ、取れてる、取れてる。うまい、うまい。うまいじゃん。マーチャの肺活量かかってます、この人。すごい。え、めっちゃ取れてるんだけど。水飲んでない。ちょっとあの、でも溢れそう、先に。新しいカップを渡してあげて。水が溢れそう。溢れそうだらね。まだ全然時間あるよ。はい、溢れそうなの、こっちどうぞ。もうこっちオッケー、こっちオッケー。めっちゃこぼれてんやん、水。あ、1分経過。おぉ、すごいすごい。どうなってるよ。あと、水さんも10秒。9、8、7、6、5、え、なんかすごいことになってる気がする。3、2、もう最悪。1、終わりだった、終わりだった。結構きつかった。まーちゃん数えます。はい、2からか。西城屋と、おお、さすが小学生。じゃあ次はピロピロね。はい、はい、余裕っすよ。余裕だってさ、いいよね。1分30秒でいいよね。ちょっと、それはおかしい。うん、いきますよ。はい、5、4、3、2。え、てかピロピロ、一人左利きよね。知ってたでしょ。サドン、発信してますよ。発信、キビー、めちゃ苦戦してるよ。食べた。焦るな、焦るな。正直やっぱり流れが違う。流れがね、逆だからね。右利きを取りやすいんだから。あ、なんかコツ掴んでるよ。おー、うまいことすくってるね。え、なんか、うん、走ってすごい。走なんでもできる。はい、残り30秒。30秒。え、なんか、え、すごい。え、予想外。タピオカなくなってる。タピオカなくなってる。やった、これいっぱいタピオカミルクティー飲める。タピオカなくなってる。6、5、4、
4321終了。はい。おつやです。あれ？やっちまったかな、また。数える必要がない気がします。数えますか、一応。一応数えますか。100だよ、これ。100はない。150 51 52 53 53。くんです。誰も喜ばない。この空気。違う、おもちゃん違うんだって。おもちゃも違う。これ俺も望んでた結果じゃない。これ見たらやりたくなってきたんだけど。え、音何使うの。いいでしょ。何使うの。端一本。キュー。うわー、竹串。カンフの達人に何を言ってるんですか。竹串。いつの間にカンフの達人だったの。カンフじゃないからさ。デレレレ、必殺仕事人じゃない。デレレレレ、心臓まで刺す人でしょ、これ。頭は1分半でいいよね。1分半でいいよね。なんだよ。じゃあ、いいですか、準備。ほっ、はい、5、4、3、あ、本当に1分半でいい。うるせえ、始めるの。微熱んだよ、こっちは。5、4、3。畑同士でどうやって取るの。刺すなよ。はい、5、自信はありますか。あ、はい、ゴー。自信はないですか。あ、分かったよ。はい、スタート。スタート。ポッ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 。無人島で生きていける。こんな状況ねえよ、無人島。タピオカスクエア。あの竹串で小魚を、鮭が取れるようになるんじゃないか。鮭をこれで。1分経過しました。手の方が楽だよ。ちょっと硬くなってきた。スランプ、スランプ。あー、硬い。1回に3個超えてきます。10秒。やっぱチョップ、チョップの方がいいんじゃない。8 7、チョップ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 、3 2 1。おお、取れた。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11。おお、パパ11。これで11個取れたよ。すごい。はい、というわけで、はい、ひまわり家の流しタピオカはピロピの優勝です。ヒロピにパパから100円が贈られます。ありがとうございます。100円欲しい。何買おうかな、100円で。おちゃん、じゃあパパにお願いしてみたら。100円ちょうだい、お願いしますって。パパ、100円ちょうだい、お願いします。パパの財布の中に今100円しかないな。やったー。いや、マジね、マチョウちゃんに10円あげよう。10円。その代わりパパ後でお金1個あげるよ。なんだそれ、おかしなことになってねえか、それ。どういうこと。これからはね、流しタピオカを楽しみましょう。いや、みんな何のジュースかけるのかな。まず普通にミルクティー、はい、メロンソーダ、はい、メロンソーダ、はい、どうぞ。はい、ウェルチ、はい、あ、ウェルチ、タピオカウェルチ、アセロラ、はい、カルピスウォーター、あーです。え、あ、ピロピ何する。普通にタピオカミルクティー飲んでみたいです。なんかつまんない。いや、飲んだことない。なんだ、ね、おちゃんね、飲んだことないもんね。最初は普通にやらして。なんで俺、食べちゃう、食べちゃう、食べよう、みんな食べちゃう、これは食べる。あー、おちゃんめっちゃいっぱい。おちゃん入れちゃうの。すげー取れんじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんかもう、ちょっとどんだけ取るの。食べて、食べて、入れすぎ、入れすぎ。食べてください。まーちゃん、どんだけ取ったの、食べようか、見せて。いや、あー、半分、半分タピオカっすね。半分、わかんないと思うけど。おちゃんも、おちゃんもほぼ半分タピオカ。パパがアセローラ入れます。はい。あ、綺麗、綺麗、綺麗でしょ、これ綺麗だよ、透明だから。バイバイバイ。ちょっと、ちょっとすこう。いや、おちゃんうまいの。あ、美味しい。ほんと、ベルチうまい。ほんと、合わないもんかと思った。案外、こうだとタピオカ合うよ。
あるもんだって。あ、そうなの。うん、タピオカ業界のことよくわからないんだよ。タピオカのテーマパークできたって。えかの、できるの。できる。東京タピオカランドでしょ。東京タピオカランド。よし、いただきます。はい、タピれるよ。東京タピオカランド行きたい。行きたい。あ、あれだ、おいしい。それを見せられて、アセローランにタピオカ合うわ。ちょっとあの、いいっすか。はい、タピオカ飽きちゃう。パパ、これさ、最高酸っぱいんだけどさ、最高酸っぱかった。酸っぱっ。さっきの動画やん。飲んでみ。俺に。うん。あーあああピーピーこの前のパパじゃん。ピー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 あと2分しか取れない。あらあら、あ、乾燥乾燥。流しタピオカで30個取れて嬉しかったです。私は10円もらって嬉しかった。もらったんですけど。あ、俺も俺も感想言うの。あ、ある。あと1ヶ月はもうタピオカいらないです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。みのりさんだらじゃんけんぽん。皆さん、チョキを出しました。勝った人は、流しタピオカできるかも。いや、誰がタピオカが飲めるかも。タピオカいっぱい取れるかも。バイバーイ。可愛い子にいたら最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。